横とげツノオズミの幼虫だ。これまた珍しいツノオズミ。よし、捕まえてみよう。入った？入ったかな？逃げたんじゃない？いる？いないでしょ。いない。でもやっぱり難しい。この網のさ、あ、来て。はい、捕まえた。透明な蝶々。すごいな。はい、捕まえた。鱗粉はないの、これ。鱗粉、見た感じないみたい。鱗粉がない蝶々って珍しいよね。足は4本。4本だ、4本。珍しい方は4本だから。よし、じゃあ逃がそう。はい。傷ついてることがあるから。今日の収穫編はこちら。まずこの幼虫は信じられないと思うけど、この形で信じられないと思うけど、これは横とげツノオズミの幼虫。この幼虫は取っときたいからさ、これがまた育ったら、一応育った時はまたビデオ撮るけど、これからまた一段階、抜け殻、まあこの幼虫が脱皮した時に一番綺麗な状態になるよって。トゲは成虫になったらこのトゲ全部消えて2本しか飛べなくなる。はい、次。飛んでっちゃった。
飛んでっちゃった。クラゲの音飛んでっちゃった。いっぱい飼ってるし。